皆さんこんにちは、本日はスイング中の股関節の動き、また下半身が安定しない方に向けてのレッスンになっています。本日、この股関節の動きを安定させて、また下半身の動きを安定させるためのドリル一つご紹介していきます。足を大きく開いて、肩幅の2倍程度大きく足を開いていただき、膝をぐっと下に下げていきます。自分の重心を下に下げてアドレスを作るという形を作ってください。グリップの位置は極端に短く持っていただきます。このような形です。このような形でバックスイングの際は右膝を動かさない。この際に右の股関節がぐっとこのように乗ってきている、入ってきているような感じを作るようにしてください。またここからダウンスイングでは左膝の向きを変えないように、なるべく変えないように右の足をこのように内側に絞り込んでいきます。このように意識してスイングをしていきます。ここからこうこう、まあ足を入れ替えているような形で打っていきます。これ最初は難しいドリルになるんですけども、慣れてくると足の安定感が、自分の体の中で身についてきます。ぐっと下げている状態、この高さを変えないように股関節股関節という動きをしていきます。ここで NG な動きはこのように伸びてしまったり、ダウンスイングでこのようになってしまうと何の意味もありません。しっかりとバックスイングでは右足に体重、ダウンスイングでは左足に体重、これを意識していきます。この練習をしていく際に中心軸も意識していきます。頭の位置がこのように動いてスイングしてたら、綺麗に打つことはできません。最初はティーアップをして練習をしてください。それでは一度打ってみます。足をぐっと開いていただき、重心を下げます。クラブを極端に短く握り、肩から肩の振り幅でスイングをしていきます。このような形です。このようにすることで下半身の安定と、股関節の正しい動かし方、身につけることができますので、安定したショットを打つことができるようになります。ぜひ一度皆さん試してください。以上で終わります。